タイラー・クラッツはアメリカ合衆国のプロレスラー。ノースカロライナ州シャーロット出身。アメリカのインディー団体を転戦後、2008年に WWE との提携を解消した後のOVWに入団。小柄ながら体重をヘビー級に上げるが、持ち味のスピードを失わず、打撃中心でのスタイルを確立。マイクパフォーマンスが得意である点から、ストーリーラインとトークショーで一躍人気を得た。2010年8月に WWE とディベロップメント契約。ブラッド・マドックスのリングネームでデビュー。長身で体格の良いレスラーが多いだけに、デビュー当初は苦戦したものの、徐々に持ち味を発揮するようになり、撹乱する戦法を身につけた。2012年8月20日、RAW で行われたディーババトルロイヤルにて、レフェリーとして登場。9月17日の RAW にて、ジョン・シナ&シェーマス VSCM パンク&アルベルト・デルリオの試合で初めてメインイベントでレフェリーを務める。しかし、シナがパンクをホールした際、パンクの足がロープにかかっていたにもかかわらず、3カウントを取ってしまう。これに怒ったパンクは延々とマドックスを攻め立てた。24日の RAW においても、オープニングからマドックスの誤審について追及されたが、GM であるアージリーによって回避した。10月28日、WWE ヘルイン、Aセル2012で行われたパンク vs ライバックによる WWE 王座戦にてレフェリーを務めるが、ここではパンクを擁護する形でライバックにローブローを浴びせ、勝利に貢献した。これに対し、ビンス・マクマホンよりライバックとの試合を行う旨、及びそれに勝利した場合、WWE スーパースターとして$100万の契約を結ぶことが発表。11月12日の RAW にて、ライバックとの勝負を行うが、一方的に攻められて敗れた。12月3日に復帰すると、再び契約のチャンスをもらうが、ランディ・オートンと対戦して敗戦。オートンとの対戦以後もチャンスを与えられたものの、グレート・カリ、ブローダス・クレイ、シェーマスを相手に連敗した。以降、ヘルイン、Aセル2012でのパンクへの援護や、同じく、パンクを援護する、ザ・シールドがパンクのマネージャーである、ポール・ヘイマンの依頼によるものだったことを暴露。ザ・シールドには袋叩きにされたが、RAW 運営監督、リッキー・ゲレロの助手としての地位を得、権力を持ったと勘違いしたような言動を、繰り返すへと変更して、ダークマッチに出場し、ザック・ライダーと対戦するが敗戦した。11月24日、スマクダウンの、ダークマッチにて、R-Truthとの試合後に観客に向かって不適切な放送禁止用語を口走ったことから同月25日に WWE から解雇となった。ありがとうございます。